が悪いわけじゃない。分かってるわよ。年を言い訳にはしたくないな。そんな時だってあるでしょ。こんなに若くて綺麗な伴侶をもらえたのに情けない。自分を責め、私はあなたと一緒にいたらそれだけで幸せだから。私とあなたは、口勝手でしてあげようか。うん、大丈夫。そうか。私は地位と名誉、金も手に入れた。何よりこんなに若くて綺麗な皆と結婚できた。30も離れた若くて可愛すぎる最愛の妻皆。しかし神様は私に試練を与えた。皆と結婚してすぐに私は勃起不全、ED になってしまった。一緒にいられるだけで、それだけで幸せと皆は言うが、それは嘘だった。ねえ、ん？替えのワイシャツと下着入れといたから。ああ、ありがとう。うん、あれは10時にタクシー呼んどく。ああ、大丈夫だ。外で拾うよ。そう。私は月の半分が出張で家にあまりいなかった。その分みんなに寂しい思いをさせている。大阪着いたら連絡するよ。うん、気をつけてね。行ってきます。行ってらっしゃい。もしもし、どうした宮本。
したの？出張は？早く切り上げてきた。どうして？どうしたの？みんな。何？みんなに。何バカなこと言ってるの？バカなことじゃない。いや、バカなことでしょ。信じられない。私は絶対に嫌よ。私はいつ立つかわからない。ミナはそれでいいのか？ストレスがなくなれば立つわよ。ミナが俺の知らないところで浮気されたら、俺は何言ってんの？浮気なんかするわけないでしょ。知っているんだ。ミナが俺の知らないところで。モノニーなんか。嘘つけ。だからミナが俺の前からいなくなるんじゃないかという不安があるんだ。モノニーぐらいで何言ってんの？するさ。お前は綺麗だ。そして若い。誰だってミナを抱きたい。ミナは魅力的だ。私が会った中で一番だ。だったら。けど私はお前を満足させられない。お前に浮気されるぐらいならいっそのこと私がミナを満足させられる奴を探す。ミナだって我慢できないはずだ。我慢できるのか？そうなんだろう。どうやって探すのよ。私に任せろ。私は妻のために決心した。いや、自分のために決心した。今から来るのね。ああ、迎えに行ってくる。そのためにレンタカーを借りるなんて、なんかどうか知ってる。分かってる。君はただ会ってくれるだけでいいから。吉村さんですか？はい。あの後ろの座席へ乗ってもらっていいですか？